おはこんばんちは、春川龍でございます。征服者リベンジ築城、山城築城計画第5回目ですね、やっていきたいと思います。前回ですね、ティア3に上がっていろいろな工業地帯を建てて、で、まあ前回大きかったのはこのお堀建築計画ですね。まあ残念ながら、お堀を作ることはままなりでできませんでしたが、まあこう坂をね、こう作りまして、徐々にこう下がっていく土地はできたかなと。で、ここの低いところで敵を撃ち取るみたいな感じで、北北西の守りはやっていこうかな。もうここは完成させちゃいますね、今回。で、今日はですね、あそこを進めながら、この南側の小山の開発を、まあ、着手していこうかなと。ちょっと荒れ放題なんでね、伐採とか整地して、ちょっと見やすくしてから、取っかかっていこうかなと思います。まず、外側から囲っていく作業からかな。壁伸ばして、厚くして、で、こっちも平坦化、平地化してですね、崖っぽいのを作って。で、ここの急斜面でですね、ここの急斜面で、こう、ジグザグを作って、上からチュンチュン打てるように作っていこうかなと思います。まあ、食料も安定してるんで、ちょっとずつ人口増やしながら工業を増やしていって、まあ、レンガ次第ですけども、そろそろグレードアップしていく施設をバシバシバシと作りながら、あと、剣とか、どの辺だ？そうですね。受動場は2個作ってるんで、鍛冶屋、あとお酒か。ちょっと小麦が、まあ、ライ麦心配なんで、ちょっとお酒できないですけど、あと家具がいけると。で、ガラスは作ったらね。はい。っていうところかなぁ。あと、防具屋か。防具屋忘れてた。まあ、結局、鉄がねえと作れねえから、防具屋か。ろうそくはある。ね。この辺は全部一通り作ってあるんでね。やっていきたいと思います。んで、ここのね、砂がまだこう掘ってんですけど、あと1200ぐらい。ここ全部掘り終わったら、ここの真ん中ですね。この真ん中。ここはですね、劇場とかなど、作る施設にしていきたいと思ってますんで、これなくなったらちょっとここの区画整備ですね。やっていきたいと思います。ちょっとね、これ強引に上げるために変なとこにちっちゃい花壇作ってますけども。これもちょっと、避けながらって感じかな。うん。養蜂場の近くに移動してあげようかなって感じですね。はい。それでは今日も楽しくゲームをやってまいりましょう。はい。24年目の春ですね。12人の略奪者。東側からかな。来てます。まあ、いろいろやってますけども、なかなか進まないね。人口をチロッとずつ増やしながらやってるけど。まあね、でもだいぶ、この堀もまた木が邪魔だな、これ。まだ木が邪魔なんだよね、これ。また消しちゃうけど。まあ、だんだんね、平らに近いなだらかな坂を。まあね、横一列ずつやるのが良さそうですね。まあ、順々にやってまーす。っていうとこですね。まあ、さらっとあと、南の、ここですね。見やすいように伐採を今始めてるところですね。まだそんな時間経ってないです。スタートしてから。それからね、試しに来て欲しかったけども。まあいいや。やっていきましょ。早い。何ぐらいでいいかな、もう。まだこんだけなわけがないので、ちょっと見てきますね。見えないですね。ここだけなのかな。バカな。そうだよね。こんなもんならあっという間だよね。あっ、盗賊いるね。こんなもんならあっという間なんだけど。あ、来た。北側からですね。ああ、盗賊いっぱいいるな。襲撃されました。最初の12人は完封。はい。どんどんやっていきましょう。この辺は逃げてほしいね。人もいっぱいいるし。まあ30人ぐらいかな。今の12人は12人っぽかったよね。
まあここの辺に来てくれればほぼ完封。盗賊だけ気をつければいい。ああ、はいはいはい。盗賊さんやばいっすね。あ、こっち人いね。やべ。これ倒さないと鉄とか金パクられるのこれ。あー、ダメだ。逃げ切られちゃう。こっちに人いるか誰か。いた。一人だとワンパンにね、これやってくんねえと。この盗賊ちょっとやんなくちゃダメですね。あんまり人が、いないなぁ。これは逃げられそうだな。早くかけていかねえと。あ、ちょっと待って。金パクりすぎだろ、こいつら。やばいやばい、逃げられる。来ました。やべやべ、これパクられたらまずいことになるからな。おお、逃げられる。マジか、絶対に殺せ、あいつは。ああ、間に合わないかな。追いつくんじゃね。追いつかないの。あ、追いつきましたね。追いつくん。金落としましたね、金。あぶねえ、ギリギリだ。ギリギリでやった。はい。起きましたね。25人来て22人ぶっ倒して1人やられて被害なしと。危ねえ、最後のインゴットパクられるとこだった、あれ。危な。まあ、合計37人かな。西君絶対せっかく作った北西から来てくんなかったな。まだまだちょっと作り途中だけどね。はい、それではですね、はい、兵舎を建てましてですね、この5人で、プリン、ちょっと探検に行きたいなーと思ってきまーす。じゃ、ちょっと早速出発してみましょうか。これ行けんのかな、この辺とか。あー、指示出せないよ、画面が。いきなりイノシシいた。あー、ここにイノシシのやつあんだな。はいはい。もうちょっとお山があるよ。お、こんなとこにボコッと山がある。このイノシシうざいな。じゃ、ちょっと越えてみましょうか。あ、ここにもある。鹿だ。あー、東側結構動物的資源に優れているな。はいはい。どうしようかな。真東切るか。真東をただひたすら。砂発見。あれ、ちょっといいお山。あれ、これもしかして端っこ。あ、これ東の端ですね。あ、でも行けるっちゃ行けるんだ。え、なんでここ行けなかった。あー、東の端だ。これ以上行かないわ。ちょっと東の端の際を歩いててみましょうか。あんまりこれ長すぎると、これ、ご飯なくて死んじゃうのかな。あ、わざわざ登んなくちゃいけないんだ。いいや、登んなくて。探検、探検。ここは、寝かせましょうか。はい。山はあれど、川や沼がある感じではなさそうですね。おっと、これもしかして、あ、まだ北ありますね。北の山がある。
砂。砂は余計あるな。もう一回あそこまで追った形跡がありますね。ああ、これは熊さん？イノシシか。熊だ。やっぱね、こう兵士で行かないとね、やられるからね、やっぱ兵士で来て正解だわ。どこまで行かせようか。石炭か。やっぱり足はなさそうだな。とりあえず今回はこんなもんかな。こうやってきたのか。ふむふむふむ。じゃあ東側ある程度見えましたね。まだ上はありそうだけど。これどうやって帰んないんですか。もともとは、こう、見て帰る気か。そんなことはさせん。入りも探検しなさい。あ、ここか。ん？いや、水だ。いいね。あ、狼の巣があんのか。これ壊しちゃう。狼の巣、あれ？しっかり減ってるけど。何かやられた？敬意を神の巣をぶっ壊せ。よし。あ、一人減ってんな。一人やられてるわ。一人やられてます。ちげ、一人やられてんじゃねえ。クマと戦ってんだ。一対一で差しで。やばい、やられる。やられる。あ。なんだ、オオカミやられると思ったら、一対一でこのとこには出会ったクマで一人で戦ってたわ。まあ仕方ない。尊い犠牲だった。でもまたオオカミの巣なんのこれ。マジだ。やべ、一人やられてる。危険だね。なんかやられちゃいましたね、何か。二人やられた。まあ、尊い犠牲だ。兵士で一旦やられるんだからね、なかなか大変だよね。増やしとこう。はい、こんな感じでしたね。第一次探検隊。東に進みまして。まだ大きな山が。大きな山というか、小高い丘になってましたね、東側。ちょっと、土地が高そう。うん。ボコッと膨らんでる。で、低くなって、で、左の橋と。で、ちょっと下ってますね、ここはね。谷間になっていて、ここまた登ってる。うん。まだ、登ってますね、土地的には。ボコッとしてますね。で、ここで、尊い犠牲が多く払われました。なるほど。ここがさっき言ってた右の北北西の山だな。なんとなく分かってきましたね。東もまあまあ、あと黒いところちょっと今度染めましょうか。という探検探でしたん。はい。27面目の春ですね。ですね。人口今一生懸命増やしてるんですけど、労働者が14人まで減っちゃったんですよね。今、いろいろですね。いやまあ、兵舎作って、これ兵舎ここにしました。兵舎作って、まあ、防具や武器や家具やとかですね。いろいろ作っておりましたらですね。人口がガクって減ってしまいました。あ、労働者がガクって減っちゃったんですよね。あとはここの畑ですね。公的度がそこ、あ、肥沃度かがそこそこ上がったんで畑にして、重々な畑にしたんですけど、一気にここに人を持ってかれちゃいましたね。ということで、労働者が少ないと。いうとこですね。なんで今一生懸命人口を増やしております。ちょっとまた、ここね、一角全部、住宅地にしました。で、これでちょっとずつ増やしながらって感じですね。まあね、一番重いのがね、この平地化の作業なんですけど、
うん、まあ、だんだんね、低くなってきたんすよ。うん。で、今ちょっとずつ上げてるんですけど、超地道。で、労働者がいないとね、マジ進まないですね、この作業。で、やっとこの辺の山が、ある程度、うん、もうちょっとか、この辺もやって切り開かれてるんで、やっとこう見やすくなってきたかなーってとこですね。で、ここは、牧場用の柵をぐるーっとこう、囲んでますね。これで牧場と畑をイノシシから守る感じですね。はい、ということで、襲撃者14人と。もう南ですね、多分これ。北西から来ねえな、せっかく作ったのに。まあ、前回もそんなことありましたけどね。あ、ベル鳴らしてない。で、今回はですね、弊社は立ててあるんで、どうすっかな。出撃させるか、タウンホールの前にやっとくか。んー、こいつらの動きによるんだよな。盗賊は多そう。まあ、いいか。まあ、とりあえず、この辺のクロスポイントにも置いておきますか。はい、じゃあそれでは、早速やっていきましょう。あ、あれなんだ。この柵ってこいつらも入れないんだ。へえ、知らなかった。あ、そうなんだ。盗賊もこの塀越えられないんだ。こんなの一股だけでねえ、いけそうな気がするけど。そうなんだ。これも直さなくちゃいけないな、後でめんどくさ。まあいいや、バラッと来てくれるでしょ。あんなとこ引っ叩いてどうすんだろうね。あ、入ってきましたね。じゃあそろそろ普通のスピードでやりましょう。まあ、集まってきましたが、移動を。はい。攻撃、あ、もうこっから攻撃届いてる。めんどくせえ、これ。どうすんの、こいつら。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょい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 。なんでこれすり抜けてんのこの人。ここ、水ですよ。ここ水に占有されてますって書いてございますですよ。マジかよ。水に占有されてるんじゃん。柵あんじゃん、これ。しっかよ。後で増設しとかないと、ここ。まあ、よろしい。はい、じゃあ続き見てみましょうか。まあ、わー、律儀に門を叩いてますね。あれ、進軍しましょうか。でもこんだけ他ある？あ、来てた。ああ、やべえ、北から来てたわ。やべえ、やべえ、やべえ。やべ。あんな雑魚ども相手してる暇じゃなかった。この大金庫を守らねば。早く。早く、大金庫に早く。何のためにこの兵舎立つと思ってんだ。大金庫を守るためなんだぞ。やってきた。逃がさん。まず、逃がさないためにここに、帰り際を狙います。まあ、どこに引くかわかんないんだけど。あ、やべ、手前のこいつらを戦い流れだから、ちょっと。あー、大丈夫かな、こっちに来てくれるかな、盗賊。大乱戦になったんですね、大乱戦。ちょっと重い。もう重くなったの？よし。ここの辺は一層ですね。金庫周りは一層。あ、お金落としてますね、これ。お金落としたんですね。危ねえなぁ。で、あとは？あ、ここに一人いるのか。あ、逃げてる。まあ、じゃあ、これを機関にして、絶対に逃がさん。こっちは格闘。こっちも格闘。格闘はいいや。多分、追いつけるはず。こんなもん。はい、こんなもんですね。はいと。
あとはこの兵隊たちが追いつけるかどうかだな。うん、村人の時は村人の方が早かったよね、足ね。見てみる？どうなるか。あ、撃ってますね、撃ってます。あ、ぶっ殺した。あ、やっぱり鉄をパクってが、やって、鉄パクってましたね。鉄と毛がパクってましたね。危ない危ない。一つも、パクらせねえですね。さて。14人来て10人倒して破壊された建物を4と略奪されたものなし。これ最初に南から来たやつですね。はい、来ましたね。28人来て26人倒して殺された住民1。被害。破壊された建物と物資は大丈夫と。ふむふむ。うん。26と10何でも、あ、これも30何人ぐらいの集団ですね。増えなかったですね。危なかったぜ。南のあの襲撃に騙されたぜ。北西の守りが完璧になりすぎて、北西から来なくなり、成り上がりましたね。これ北西から来ても、この守りを見て、こう北の川伝ってこっち来てんのかね。ちょっとわかんねえけども。もしそれだったらここに、矢倉をね、ここに立ててやろうかなと思うんですけどね。通り道に。ドンつって。どうだろう。わかんない。でもこう北から来られた時超弱いんだよね。横通るときはいいけど。まあいいか。うん、まあ北からの攻めもね、結局ここに兵舎を作ったことで、ボコボコにできますからね。まあちょっと今、わざと出撃させちゃったから、ちょっとピンチだっただけだったんで。まあいいでしょう。はい。じゃあ続きやっていきまーす。作業でーす。はい、それではですね、31年目の秋ですね、今日はこの辺にしとこうかなと思います。ですね、真ん中のここにあった砂と鉄が全部掘り終えたので、真ん中の、この部分ですね、の部分の改築を行いました。劇場をど真ん中に置いてってやつですね、市場パン屋パン屋と、綺麗にしました。で、ちょっと例のバグが出てしまいまして、一気にですね、この辺のやつが、これです、これ、壊せもしないし、リビルドもできないし、どうしようもない。でも中に人は住んでるみたいな。少女に行ける、ブワーってなりまして、何回かやり直したんですけど、戻んないんですよね。で、人口がですね、だいぶ減ってしまいました。今一生懸命リビルドをかけてたんですけど、この辺ですね。リビルドしたのに、あ、まだしてないのか、これは。間に合うのかなっていう状態です。で、一気になぜかですね、牛が16頭いたのに4頭になっちゃっててですね、ちょっとわからないんですよね、理由が。なんだ、放牧して逃げちゃったかなと思って、でも今まで何十年もやってきて、牛が逃げたことなんかね、なんか気づかなかったぐらいだったんですけど、いきなりなんか7頭もいなくなってました。まあ、熊に襲われたとしても、多分1、2頭のはずなんですけどね。まあ一応念のため、柵で囲いました。で、これでですね、虫が一気にいなくなことによって、ギリギリに保っていた食料バランスが一気に崩壊いたしまして、こんな感じになっちゃってます。うわー、そう、こんな感じだったんですけど、いきなりトントンになって苦しいなーって何年かやってたんですけどね、一気に今の、まあ、バグというか何ていうかちょっとわかんないんですけど、一気に食料事情がバランスを崩してしまいまして、今めちゃくちゃ頑張って立て直し中ですね。ちょっと南の砦どころではなくなってしまったっていうところです。ちょっとね、裏作業で、もっと戻しときますね。国力、経済回すの、こういうのも立て直した方がいいのかな。 41%、 まあギリギリまでやればいいやと思ってたんですけど、ギリギリまで待ってたらこんなになっちゃったんですよね。動かなくなっちゃったんですよね。まだ 20% ぐらいあるんですけどね。今日ゼロになる前にやんなくちゃいけないってことなのかな。ちょっとわかりませんが、であとね、ちょっと北から敵来たんですけど、この左側のこっちまで来てくれなかったですね。ここまで来てくれなかった。普通に正面のこの三連門を叩いてましたね。
とこれギリギリすぎて、三連門で矢倉攻撃したけど、まあ、門は突破されちゃったかなぐらい。どうしようかね。ここ隙間なくぴったり作っちゃったんだよな。まあでも北西から来る場合ね、こっちに来る可能性があるので、まあここの左角とかに作っときましょうか。一応ね、ここでも範囲は門届くんだけどね。なんで三連門引っ叩いてる間に、まあほぼ、30人ぐらい全滅してました。はい、そんな感じでございました。でちょっとね、南の砦でちょっとずつ手はかけてます。まだちょっと全容まで行ってないんですけど、とりあえずね、一番外側の柵を今立ててるところです。これをね、あともうちょっとこう縦にピーってやって、で早速こう中手つけていくと。ちょっとでもね、ね、やってみて分かったんですけど、もう聖地化をしながらちょっとずつじゃないとね、進まない進まねえっす、マジで。これは大変だと思いながら、こっち聖地化しないでとりあえず引けるからいいやって引いた道路がこれです。ちょっとね、まあまあまあ、ここのね、上から聖地化すればいいんですけど、もう見栄えがクソ見栄えがクソすぎると思って、ちょっとね、この辺は綺麗になるように平地化しておきますが、幾分お時間が超かかりそうって感じ。なんで、まあまあまあ、ちょっとずつやっていこうかな、こっちは。まあでも、いい角度にベコってへぼんだからな、ここ。まあまあですよね。まあこんな感じで、ちょっと、こっち側は作っていこうかなと思います。ただ、左上のな、これ、こっちぐるっと回ってくれるかと思ったんだけどな、全く回ってくれなかったですね。普通に引っ叩いてたな。まあいいや、考えますと。まあ普通に引っ叩くなら、これ、もう、掘りもクソもねえけどな、こっちに掘り作ればよかったけどな。こっち側ね、掘り作れなさそうなんですよね。こっから伸ばそうとしてたんですけどね、ちょっと。このぐらいの高さが限界だったんだよね、ここ。ここの高さぐらいが限界。まあ3段ぐらい、2段ぐらい落ちるのかな、ちょっとわかんないけど。これ以上落ちないんだよね。まあいいや、こんなところですね。じゃあちょっと裏作業を進めて、経済基盤回復させてからまた。撮りますね。はい、それでは今回の動画が面白かったとか、山城築城計画、楽しみだなと少しでも思っていただけるようでしたら、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまたね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。